ただ福岡県の人口は増加をしている7都県、47のうちの7都県と1つに入っておりますが、まもなく人口減少に転じると言われております。これから先が大事であります。地方創生が喫緊の課題でございます。そこで私小川博はこれまで2期8年その経験と取り組み、その上に立ちまして、まずは復旧復興、これを加速し目に見える進捗を図ってまいります。県民お一人お一人の健康寿命を伸ばす健康づくり県民運動と、スポーツの力で元気にしていく県民を元気にするスポーツ立憲福岡、これを取り組み始めておりますが、福岡県民のリーダーは小川、福岡県知事は小川、ここは小川、ここは小川、ここは小川、頑張ろう。で、先ほど現職知事のですね、小川博さん出陣式がこの華後神社で行われました。で、田中慎介事務所のインターン生の増谷さんもこの出陣式に、初めて多分参加したということで、感想を聞いてみたいと思います。どうでした？そうですね、私こういう場に来るの初めてだったんですけど、その3月末 の、 あの慎介議員の決起集会もこういう感じなのかなっていうので、すごくイメージが湧きました。これからですね、それからその知事の支援をなさっている議員さんというのがすごく党派を超えて党を超えて集まっていて、そういうところでもすごく意外というか新しい知識とか興味が増えたかなというふうに思います。来てよかったです。はい、はいはい。じゃあ、今日はインターンシップこれから戻りますけど、事務所に今日は何をしますか？今日は大名の方に訪問に行きたいと思います。あとプランナーをしたいと思います。はい、じゃあもう3月24日の最終報告会までもう日がないので、最後まで、しっかり頑張ろう、はい。